カテイバポーの触媒として使われる IR2I2 の空間充填モデルカティバポーはメタノールのカルボニル化による作産製造法である。モンサント法に類似するこの製造法は BP ケミカルズ社によって開発され BP 社のライセンスのもとにある。この方法はイリジウムを含む作体触媒 IR2I2 に基づく。カテイバポーとモンサント法は 同じプラントを使うことができるくらいよく似ている。モンサントによる初期の研究では、メタノールのカルボニル化のためには、イリジウムはロジウムほど有効ではないことが示されていた。しかし、後の研究によって、イリジウム触媒がルテニウムによって促進され、この組み合わせが、ロジウムベースのものより優れた触媒になることが示された。ロジウムからイリジウムへの置き換えにより、 反応混合物中での水の使用量を減少させることが可能になった。これにより必要な乾燥等の数が減り、プロピオン酸のような副生物の生成が減少し、水晶ガスシフト反応を抑制することができる。蒸気のように、カティバポーによる触媒サイクルは平面四角形の触媒化性種 IR2I2 と8カメチルの反応によって、八面体系のイリジウムファク。 IR2I3 が生成することで開始する。この酸化的負荷反応は、ヨーカメチルの目い結合に、イリジウム中心が挿入されることで起こる。I マイナスと CO の排位子交換の後に、IR 目結合への CO 挿入反応が起こることで、IR にアセチル元が結合した四角水系の化学種が、生成する。活性触媒種は、から、ヨーカアセチルが、 還元的脱離して再生する。溶化アセチルは、加水分解されて、酢酸となり、同時に溶化水素が生成し、メタノールと反応して、溶化メチルとして再利用される。ありがとうございます。